全国のドローンを愛する皆さん、こんにちは。プロドローンインストラクターの橋本龍です。今回は Mavic 2 Pro に搭載可能なサードパーティー製のレンズフィルター徹底検証してみたいと思います。今回購入したフィルターは NISI 西製のレンズフィルターと、健康トキナーから出されている健康の Mavic 2 Pro 用の ND フィルターを検証してみました。今ご覧になっているのはMavic 2 Pro の標準の透明のフィルターを通した動画になっています。それぞれのフィルターの色や明るさ、そういったものも確認できるかと思って参考にしていただければと思います。はい、こちらがですね、健康の ND4、ND4 ですねのフィルターを通した動画です。シャッタースピードは80分の1、F 値は 8.0 です。ノーマルで撮った時はシャッタースピードは160分の1、F 値が 9.0 です。ISO はそれぞれ100に設定しています。今回の動画はすべて ISO 100で設定しています。ちなみにこれは 4K の 30fps での動画設定ですので、通常ですと30フレですから30分の1秒という区切りでのシャッタースピードを設定してくださいと言われているんですけども、私はそこの辺は無視しています。というのも、若干僕の場合は暗めに撮りたいなっていう意図があるので、そこら辺はあまり気にしないようにしています。はい、続いてこれは健康トキナーの ND8 のフィルターですね。はい、ノーマルと比べるとこんな形になります。ノーマルの動画がですね、若干しらっちゃけてるなっていう感じがするんですけれども、健康時のあの ND フィルターをかけるとその辺が落ち着いた感じに見えて、とても好印象な感じがしますね。はい、シャッタースピードの話なんですけれども、なんでシャッタースピードを60分の1とか、160分の1で切るときもあります、240分の1で切るときもありますけども、それはなぜかというと、追い撮りなんかで撮ってる場合なんかですと、たまにスローモーでやりたいなというときに後から編集すると動画がブレたような形に見えてしまうので、それを嫌がってシャッタースピードを早めにしています。はい、続いて健康トキナーの ND フィルターの16、はい、ND16 ですね。はい、こちらはシャッタースピード60分の1、F 値が 6.3 と、ノーマルと比べるとやっぱり暗い感じがしてますね。でも、細かいところも結構綺麗に映ってるんじゃないかなというふうには思います。もしですね、皆さんどれだけブレてるのかなというのを確認したい場合は、YouTube の停止ボタンを押していただくと、おそらく、止まった状態での画像が確認できるので、どれだけブレてるっていうのが分かるかと思います。若干森が黒つぶれしてるかなっていう感じですね。はい、健康トキナーの健康の ND フィルター、これが最後ですね。ND32、はい、ISO100、シャッタースピードが40分の1、F 値は 6.3 と、40分の1でも結構黒つぶれしているところがあるんじゃないかなというふうに思うんですけども、皆さんどう思いますか？はい、で左右でこう比べながら見れるっていうのは意外と面白いなと思ってるんですけども、あ、やっぱり森の林ですか、森の部分が黒つぶれしてますね。さすがに32までかけるとちょっと厳しいかなという感じがします。続いて NISI 西っていうんですかね、ちょっと発音の仕方がわからないんですけど、分かってる方がいらっしゃいましたらコメント欄に記入していただけると本当に助かります。NISI のフィルターです。こちら PL フィルター、ポラライズドフィルターといって、いわゆる変更フィルターですね、をかけた状態です。これ、ノーマルから順番に撮影していったので、曇ってるので、あまり光の影響は変わらないかなとは思うんですけども、若干暗めに感じますね。この日は曇りだったんですけども、雲の動きもあったので、毎回均等の明かりが入るというわけではないですね。ただですね、160分の1の F8 で撮っても綺麗にこの林の部分がくっきり映ってて、私としては非常にいいなと思ってます。はい、続いて NISI
の PL フィルタープラス ND フィルター、これ ND フォン ND4 スラッシュ PL フィルターと呼んでるんですかね、ですね、シャッタースピードは160分の1 F 値は8という形ですね、ほぼシャッタースピードも F 値も変わらない状態で撮影してますが、さすがに暗く映ってますね。まあ、ND フィルターというよりも PL フィルターの一番いいところというのは変光フィルターですのでギラつきが抑えられるという利点があるんですね。まあ、例えばゴルフ場の撮影なんかで池が映ってる時なんかは池の水面が映る、あの反射しないように撮りたいという時なんかには PL フィルターが向いています。はい、続いて NISI ニシの ND8スラッシュ PL フィルターですね、さすがにシャッタースピード60分の1秒まで遅くしました。 F 値も少し明るくして 7.1 です。それでもまあこれだけ暗くなっている状態ですね、トータルでの撮影時間が1時間30分くらいですね、ちょうど、まあ、梅雨の雨が止んでいる時狙って急いで撮影したような状況なんですけども、光の具合はそれほど変わったなという感じは現地ではしなかったんですけども、まあ、見ていただくとこれだけ暗く映ってしまうという状況ですね。はい、フィルター検証最後の一つですね、 NISI ニシの ND16 スラッシュ PL フィルターというところです。シャッタースピードは60分の1、 F 値は 6.3 です。もう黒ずべりしてるのは分かるんですけども、どうでしょうか、まあ悪くはないなという感じはしますね。まあもうちょっとシャッタースピードを落として撮影した方が良かったのかもしれないですけども、どうしてもやっぱりシャッタースピードを遅くするというのはなんか個人的に抵抗があるんですよね。あとあと編集がしにくいというふうにいつも感じてしまいます。さて、いかがだったでしょうか。今回は DJI Mavic 2 Pro のサードパーティー製の ND フィルターと PL フィルターを検証してみました。まあ、ND フィルター、PL フィルター、さまざまなシーンで使えるんですけども、基本的に空撮に関してはですね、ND フィルターをかけるというのがデフォルトという考えでいた方がいい気がします。というのはですね、やはり空撮というのは光が非常に強いのでシャッタースピードをあまりにも速くしてしまうとチカチカしたような動画になってしまいますし、逆にですね F 値を上げすぎると、いわゆる画像がブレてるような動画に撮れてしまうことがあります。まあ、これ光の解説というところがあるんですけども、そういった細かいところは皆さんネットで調べていただければと思いますが、はい、毎回毎回同じ動画だったんですけども、ちょっと飽きちゃいましたかね。はい、この番組がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。